こんばんは、セカンドレイトのさきです。私はセカンドレイトという、J-POP バンドを組んでギターボーカルやってます。そのセカンドレイトは、ツインボーカルでやってるんですけど、こうやってなんかマッシュアップとかマッシュルームさんと一緒にやるときは女性シンガーのみ、私のみなので、すごい毎回楽しみですで、私が音楽を始めたきっかけなんですけど、もともと歌が好きっていうのもあったんですけど、小学5年生ぐらいかなの時にテレビで、ドキュメンタリーみたいな番組をやってるのを見て、犯罪を犯してしまった人が刑務所から出て世の中で働いていくってなった時に、やっぱりどうしても周りの目が厳しかったりとか、すぐ仕事に就けなくて、もうどうしたらいいかわからないって落ち込んでる時に、なんか救われたのが音楽だったっていうドキュメンタリーを見たんですね。その時に、音楽ってこうやって人を救うことができるんだなって思って、それで好きだったのもあったし、やりたいなって思ったのがきっかけです。で、そこからずっとやりたいなっていう気持ちはあったけど、なかなかボイトレとかにも行けてなくて、で、高校生の時に、音楽の高等専修学校に入学して、歌をちゃんと本格的に始めました。そこから、高2の最後ぐらいかな、もともと事務所が決まって、で、東京に行くことになって、高校はでも卒業しなきゃいけなかったから、大阪の学校と東京をずっと夜行バスで行き来してっていう生活をずっと続けてて、本当になかなか友達に会う機会だったりとか、今まで当たり前だったみんなで過ごす時間、家族で過ごす時間っていうのがどんどんなくなっていって、こう夢を追うってこんなにもこう苦しいんだなって、その時はすごい思ってたけど、もちろん東京で夢を叶えたいとも思ってたから、すごい複雑な気持ちで高校を卒業し上京しました。で、上京してからはね、自分でシンガーソングライターとして路上ライブやったりとかしてたんですけど、その時に最初にセカンドレイトっていうバンドの話したんですけど、そのセカンドレイトのメンバーと出会って、この人たちと音楽やっていきたいっていう仲間を見つけてずっと活動してます。もともとギターを弾くつもりっていうか予定はなくて、私の中でずっとシンガーでやっていきたいみたいな思いはあったんですけど、こう東京に上京してきて自分の歌を届けるにはどうしたらいいんだろうってなって、まずは人に聞いてもらわないといけないから路上をやろうって思った時に、やっぱなカラオケ音源とかダメだから楽器やらなきゃいけないってなって始めたのがアコギで、そう、キーボードとかももちろんなんかやってみたかったんですけど、持ち運びが大変だなと思って、そこでアコギと出会ってずっと今も弾いてます。もう本当最初は弾きたくない、やだって思うくらい、本当3日触って
5日ぐらい触らないとか あったんですけど、今どん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 ね、なんか音楽やりたい人たちがこうすんなりこう楽器を始めてて、なんかすごいなって すごい、あの時自分すごい嫌だったのに やってる人すごいなって本当に思います。そう、なんかこう音楽をやってて一番いいなって思えるのは、なんかやっぱり自分の歌声だったりとか、音楽を通して言葉を伝えた時、歌詞を伝えた時に元気もらえただったりとか、すごい感動した、明日から頑張ろうって思えるっていう、なんか届いたっていう感覚がすごいあるのが私は好きだなって、やっぱりやっててよかったなって思ってて、よく喋るんですけど、何こう人前に出る時は でも普段どちらかといえばプライベートでは聞いてる方が多いのかな。めちゃくちゃ語るっていうのはあんましないんですけど、めっちゃ近しい人だったらするけど、しなくて、なんかそういう気持ちとかを音楽でだったら出せるし、何も着飾らなくていいなって思えるのが、なんか私の音楽っていうか、まっすぐに喜怒哀楽まっすぐに全部ぶつけられるなってすごい思います。なんかあと一つさ、なんかすごいなって思うことがあって、音楽を聴くとなんかその時の匂いだったりとか、その時思ってた人だったりとか景色だったりとかがすごい思い出せるなと思って、なんかそれは唯一音楽にしかないことなんじゃないかなって私は思ってて、なんか多分このマッシュルームの動画を見てる人たちとか音楽好きな人たちは、一緒になんかその時の思い出だったりとか匂いだったり景色だったりが刻み込まれてるんじゃないかなってすごい思います。なんか今回私がこれから歌おうかなって思ってる曲が、なんかまさに最初らへんに話した東京と大阪をずっと行き来してる時、夜行バスの中でよく聞いてた歌です。もう本当に夜行バスの思い出はめちゃくちゃあって、自分の中で学校のなんか卒業作品みたいなのがあって、そう、なんて言ったらいいんだろうな、文化最後の文化祭みたいな、で大きいステージでなんか歌ったりとかダンスもあったんで、ダンスやったりとかいうのがあったんですけど、それにはめちゃくちゃ出たくて、どうしても出たくて、がその練習の時間ギリギリまで参加して、走って夜行バスに 乗って、高熱を夜行バスの中で出したりとか、じんましん出ちゃったりとか、なんかそういうバタバタな日々を過ごしてたんですけど、その時になんか駅で、夜行バスに乗る時の駅で、私の家族が東京に行く荷物を持って待っててくれたりとかするんですよ。で、行ってらっしゃいって荷物渡して頑張っておいでってやる時に、なんかすごい
ありがとうって思う反面、忙しすぎてなんかもう、あ、やだ、もう疲れたみたいな、来たくないって言いたいけど何これみたいな感じで八つ当たりしたりとか、そのまま謝れずに夜行バス乗って東京着いたりとかしてたんですけど、そう、その時の景色がその今から歌う曲で、こうすごい思い出すなと思って、なんかみんなも多分東京って上京者多いだろうから、なんか同じ気持ちになったりとか、同じこと、同じ思い出ではないけど、あの時それでも頑張ろうって思ったんだから、なんかここで頑張っていこうって思えるようなカバーになればなと思ってます。お休み前になんか改めてそういう気持ちを私も思い出したいなって思うし、聞いてる人も思い出してくれたらなと思います。Yeah.
ました。